君のパートナーってどのポケモンだっけ？サポートセットを決める。 OK、 よろしくね。さあ、ブロック決勝ですね。先方はみどりさんのダークライとタムタムさんの、あれ、グレックル、グレックルなんだ。そう、新キャラがすごいですね、この。え、なんかペコさんだけ新キャラじゃないみたいな。ダークライが結構グレックルをお手玉にしている。さあ、グレックル、ちょっとナスツメがダークホール、ナイトメアシフト。さあ、上から悪夢をブロックで取って、おお、なんだあれ。さあ、毒好きでかいぞ。チーム、さあ、ちょっと拾いが見つけてしまうが、カメアクハは裏回って着地してから投げ。さあ、フィールドはどうなんだこれ。やっぱあの瞬、あー、やっぱ障壁が結構強いな。エモンが間に合ってない。あー、やっぱ強いね。悪だくみで発生していく。さあ、なんとか共鳴石を拾って、共鳴してサイドシュートっぽいのが見えたが、タメアクアで一気に消される。ナイトメア歩いたところに、まずは一本みどり選手を取っていく。さあ、ラウンド2。さあ、今のラウンドでタムタムさんがどこまでダークライどう対処しようってなってるか、解決の糸口はあるのか。さあ、このエモンが当たってなんとか置き攻めの機会を作る。サイドシュート、今の結構いい感じですね。さあ、でかいぞこれ。サポートのことを忘れてない？あ、ちょっと自爆してしまって、あー、あれ結構グレックルに刺さってるっぽい。さあ、コンボからナイトメアシフト、距離がいい感じすぎるな。そんなところを落とされていくが、ここはしっかり暴れている。なんだっけあれ、わかんない、 6X かな、なんか通って、さあ、飛んだところ、悪夢の、あた、これは死んじゃうんだ。さあ、 4YX なんだあれ。おー、忘れ物をしないようにね。反対側はさっきの試合がまだ続いている。ポケモンを選んだね。出てくるのはペコさんのマニューラかな。マニューダークライ、楽しんでいきましょう。ステージはホス火山なので開幕がちょっと長い。これ結構ダークライ的に嬉しいのかな。私はいつも、さあ、ラウンド1。光攻撃はブロック攻撃にかけるんだって。あ、マニュアルサイドシュートをうまいこと引っ掛けたいとか、そういう感じかな。さあ、なんか壁際でダークライがめちゃくちゃ拒否しているところを突っ込んできたのはマニュアル。8枚は使っていて着地地点2枚があるが、ここは投げ。フィールドウェイズも割とマニューラはやりようがありそう。
さあ壁に張り付いてしっかりコンボ。さあ画面端から逃したくない。クララから怖い怖いはたき。ダークライの表面が全然止まってます。さあここはワールドチームからダークホールでフィースが変わって、ナイトメア。挑発ちー。さあこれはしっかりあそこを反撃できるんですね。さあマニューラ表面。ああ落ちてきたところ、これでゲームラウンド取っちゃうのか。あれでいい感じで勝てたね。次も同じ。さあまず表面がほぼない状態なのにかかわらず、みどりさんが1本取っていった。あれシュートマジか。さあ引っかかってしまって、ダークホール。さあ後ろから夢くいったところはしっかり暴れていて、フェイズを変えるコンボ。さあ悪巧みからもう一回ナイトメアシュート。ちょっと横で怒っているんだけど。さあこれ見てからエモンが怖い怖いからサベコンガと入って、サイドシュートをバランスつつ、さあちょっと当たったの確認できなかったが、ここは投げが通って怖いから、さあ暴れていて、ここは共鳴。これどうなんだ。おお危ない、間に合っている。さあ投げに行ったところ8枚で、次で勝負が決まるよ。最後なんとかベコさんが1本取り返した。さあ緑さん側はもう共鳴が溜まっていて、ベコさん側はまだあんまり溜まってない。さああの障壁がめちゃくちゃいい仕事しているが、ここはレモンが当たって高速移動はたき、まずは投げる。サイドシュート。あサイドシュート、あれか、牙発生してくんないんだね。さあ雪合戦みたくなってますが、さあこの暴れたところしっかりコンボでナイトミアシフト。このクララに関しては割とやることないかと思ったら、あの後ろからふーんって寄せてくるやつがあった。さあダークライはここで共鳴、マニューラも共鳴していく。これはどうなんだ。ガード間に合ってる。さあこれ長いな。起き攻め、怖い夢食いは暴れている。さあ怖い、これはまだ死なないんじゃない。死なない。さあここダークライ側はどうするんだ。さあサイドシュート当たって勝ったのはペコさんのマニューラ。2ラウンド目でちょっと危なって思ったけど、ゆっくり休んでね。あ変わりますか。じゃあ変わります。変わるっつか、これ枠取らないとダメっぽいな。スパイ王子枠取りちょっとやってないと取り方忘れちゃうんで、まあ続きは鳥駒さんがお送りします。
君のパートナーってどのポケモンサポートセットを決めるのって悩むよね。オッケー、よろしくね。さあ、時局ありました。さあ、ワクワクするよね。ナラハッサム対ペコマニューラン。さあ、氷巻いて、さあ、氷に突っ込んでいって倒れて、氷巻いてブロック取って、で、取った。さあ、コンボをなんか後ろに下がってかわして、さあ、ベース取ったのはマニューラペコ。さあ、氷投げて、氷投げて、さあ、氷を投げて、引っかく。さあ、引っかいて、引っかいて、氷を当てる。さあ、蹴る。さあ、アースターでこかして、ターンを取ったと思ったけど、共鳴されて投げられて、まあ、これ投げられるのは全然 OK なんですよね。安いんで、死ぬまでは投げられてもいいという感じの。さあ、エモンガでとりあえず有利フレームを取って、じゃんけんを仕掛けに来て投げて、さあ、しかしこれハッサム、あっと、これ爆声どうなんだ。さあ、当たっちゃう。さあ、興味をしのぎきれず1ラウンド失ったのがララハッサム、勝ったのがペコマニューラ。さっきのラウンドは残念だったね。向こうはラウンド2。さあ、気持ちいい。ラウンド2。さあ、ブロック見てからエモンがね、足が遅くなっちゃう。さあ、置き攻めはコンボで返して、さあ、体力リードしてるのはララハッサム。さあ、とりあえずスタージオ出してユルフレも取りに行ったけど当たらず、剣はいなされて、さあ、お互い氷をまいたりパンチを出したり。さあ、パンチはうまくジャンプ入れて、さあ、スピを見て JY を差し込んで、置き攻めがペコ。さあ、YY から、さあ、6、8Y。 まだまだ、さあ、なんかトンボが引っかかって、さあ、おっと、これは見てからちゃんと頭目的で、さあ、ピカンって、ちゃんとクリティカルしっかり。さあ、エモンがガードさして、こんなの見てからスタージャーだけど、後ろに下がって大丈夫。さあ、このこさあ、おっと、共鳴してバレパン当てて投げて、さあ、共鳴、ペコには共鳴溜まっていないぞ。さあ、乗り切れるのか。さあ、ホッチキスを打たれて、フィールドにくくりつけられていくのはマニューラペコ。さあ、開幕、さあ、氷に突っ込んで引っかかれて、さあ、あ、置き攻めはかわして、おっと、これ対策が見えますね。トンボはバックジャンプなんちゃらで、はい、います。さあ、画面端、おっと、リバサ投げは通らず、さあ、即 BA 読みですかね。しかし、このホミカクが通って、さあ、3スキミ名人、さあ、行くのか。おっと、これは食っちゃう、食っちゃってますね。さあ、このままダラハッサムの共鳴がたまらず死ぬのか、とりあえず貯められるのか、ちょっと見どころ。このフィールドフェイス大事ですね。さあ、剣を見てからエモンが出して当たっちゃう。さあ、時間はまだあるぞ。さあ、時間はあるが体力がない。さあ、これ当たっちゃう、死んじゃう。あーっと、届かず。さあ、なんか氷を一瞬出して地面にへばりついているけども、さあ、これいってる、おいって、黒ペンわかんない。さあ、なんか大丈夫、興味は溜まったけど、興味は溜まったけどって感じで、さあ、ギリギリ溜めきれずに勝ったのはマニューラペコなんで、ペコマニューラなんで、そろそろ決勝かな。決勝がニコパラスのピカチュウ